シーンで購入したマンダラテンプレートシリーズ。今回は9番目のテンプレートを使います。黒い画用紙の上にテンプレートを載せたら、マスキングテープで留めて固定します。デザインカッターを使って形を切り抜いていきます。切り抜けたら固定していたマスキングテープを剥がします。テンプレートを外して下に色紙を当ててみます。